中華ゲーム機を出しているメーカー、アンバーニックさんがなんと、コントローラーを出しました。コントローラー？まさか中華ゲーム機以外の端末が出る、とは思っていなかったので、かなり意外でした。そういうパターンもあるのね。初めてのコントローラー、まず最初に感想から言うと。どもども吉田です。アシスタントのピーマンだと言い張ってるパプリカです。価格相応、標準的な仕様と質感で、無難なクオリティだと感じます。詳細希望ぬ。アンバーニック RGB1 とは、RGB1 は中華ゲーム機エミャ機を専門に出すアンバーニックによるコントローラーで、スイッチプロコンや Xbox コントローラーのようなレイアウト、かなり8ビットブアルティメットに酷似したデザインのコントローラーです。8ビットどう？対応機種は PC、スイッチ、Android、iOS、接続には 2.4G ドングル、Bluetooth、有線接続に対応、バッテリーは 600mAh でちょっと少なめ、スティックとトリガーはホールセンサー、バックボタン搭載、6軸ジャイロ搭載、スティックは LED 搭載で光らせること可能、マクロやターボも可能です。バックボタンに割り当てられるのね。カラーはベージュホワイト、ラディアントパープル、ブラックの2種類展開、パッと見めちゃくちゃ安いですが、送料込みで約4000円程度。送料高いね。開封内容物、では早速開封していきます。よろしくお願いします。箱はこちら、アンバーニックのいつもながらのデザインで、線画がプリントされたシンプルなグラフィックの箱。中華ゲーム機と同じデザインってことね。今回はなぜか？コントローラー2つの提供でした。内容物はこちら、レシーバー。本体、そして本体の後ろにさらに、USB-C ケーブル、説明書、が入っていました。もちろん3つとも同じ内容です。本体外観、カラーはホワイトとブラック、質感は特段悪くもなく、標準的な脂肪少なめなプラスチック素地の質感、対戦できちゃうね。ビジュアルはよくある Xbox スタイル、ボタンスティック面が大きく、スティックの位置が互い違いになっているレイアウトで、フォルムはスイッチプロコンのようなプロポーション、プロコンって純正のやつか、というか商品画像の時点から感じていましたが、めちゃくちゃ8ビットブアルティメットにそっくりです。わ、めちゃくちゃそっくりやん。肩取りしたんか？って思うくらいに同じビジュアルです。フォルムはもちろん、グリップの膨らみやテクスチャー、カブのエッジの立った感じや、シェルの前面背面の位置、ショルダーボタンの形状まで完全に一致しています。似てるねー。大きく違う点を言うと、中央上部のファンクションキー類、確かに、配置が違うね。インジケーターも、ホームボタンやプラスマイナスボタンなどは、スイッチプロコンと全く同じ配置になっています。純正プロコンで慣れてたら使いやすいかもね。シェルの感触も8ビット部とほぼ同じですが、RGB1 の方が若干チープな感じ、そして重量も 50g くらい軽いです。50g は結構でかい。ボタンレイアウトは右側に、Xbox 配列の ABXY、下アナログスティック、左側に、上アナログスティック、十字キー、中央上にプラスとマイナス、ホームとスクリーンショット、インジケーターがあります。基本的にスイッチと同じ仕様なのかな？背面には中央に製品情報記載のシール、バックボタンが左右に MHM に、中央に T ボタン、上側面には LBLT、ペアリングボタン、USB-C、充電用インジケーター、RBRT、バックボタンは使いやすいのかな？下側面には何もありません。左右側面には何もありません。操作感、グリップの大きさや広がり方はかなりプロコンに近いプロポーションです。手全体で包み込むようなフィット感。まあ普通やね。グリップの背面部分には、つぶつぶの滑り止めテクスチャになっていてグリップ感があります。重量は 203g と、最近のコントローラーとしてはまあまあ軽め。これくらいだと疲れにくくていいね。ABXY ボタンはサラサラ、標準的なサイズ感、遊びが少なく軽く押せるちょうどいいラバーの硬さ感触、戻りも良いですが鳴りは大きく、静音性はちょっと低い感じです。パチパチ鳴る感じ。ホームボタン類も同等のラバーの感触です。十字キーもラバーの感触、硬さも標準的でシーソー可能、入力は正確に入りやすいように感じます。まあでもあなたあんま十字キー使わないでしょ。アナログスティックはぐるぐる回すと滑らかな感触ではなくちょっとザラザラ。スティックトップは口にラインが入っているようなテクスチャー、中央がわずかに膨らんだ形状です。大きさも標準的、背面ボタンもグリップと同じつぶつぶ、中指に当たる位置にあり、感触は軽め、静音性高めのカチカチとしたタクトスイッチ、Tボタンも同等のタクトスイッチです。 T ボタンってターボボタンか。ショルダーボタンは LBRB はラバーのボタンですが、若干戻りが悪い感じがあります。がブラックではそうでもなかったので個体差かもしれません。全体的にラバーの感触なんだね。LTRT はストロークの長いトリガー、8ビットブアルティメットと比べてかなり軽めで、指に負担がかかりにくい点は良いなと思います。トリガーじゃないやつが欲しいかな。他のコントローラーと音を比較してみましょう。こちらが RGB1、こちらが8ビットブアルティメット。こちらが Xbox コントローラー。こちらが乾燥してしまってはいますがプロコン。
ボタンの音の大きさがちょっと気になるくらいかな。ドックはない。8ビット部アルティメットのように充電ができるドックは用意されていません。まあある方が結構珍しいんだけどね。ペアリングモード切り替え。ペアリングモード切り替えは統一されていて、別モードに切り替えて別ハードで使うみたいな使い方は難しそうです。スイッチペアリングボタンを2秒長押し。X インプット X ボタンとペアリングボタンを2秒長押し。Android A ボタンとペアリングボタンを2秒長押し。iOS B ボタンとペアリングボタンを2秒長押し。他にもレシーバー優先でのモード切り替えも可能です。様々なハードで使えるけどいちいちペアリング必要なのかな。スイッチウェイクアップ、コントローラーからのウェイクアップ、スリープ解除にも対応していました。スイッチメインで使いたいユーザーなのでありがたいです。助かる。ボタンの組み合わせによる機能。ではここからはコントローラーの機能を紹介していきます。よろしく頼む。マクロ設定、M1、M2 プラスセレクトで単独ボタンの割り当て。M1、M2 プラススタートで複数ボタンのマクロ割り当てが可能です。割り当てたいボタン入力、サイド M1、M2 を押せば設定完了です。ボタンの入力も記録できるのね。ターボ設定、D プラスボタンで連射。サイド同じボタンで自動入力。サイド同じボタンで解除です。連射速度変更は T プラス右スティック上下。レイアウト変更、ターボプラスセレクトで ADXY ボタンのスイッチレイアウト、XBOX レイアウトの変更が可能です。スイッチライクなボタンを採用してるのに ADXY 配置が XBOX なのが気になるよね。スティック LED 変更、R3 右スティック押し込みプラススクショボタンで、スティック LED の光り方、色の変更ができます。光ってれば光ってるほどいいからね。その他にもボタンの組み合わせでジャイロのキャリブレーションも可能です。専用アプリなし。よく他メーカーでよくある専用アプリでのチューニング、設定変更はできません。あったら嬉しいよね。最初届いた時の感想としては、本当に普通、特筆する点が特に何もないかな、特に高級感もないし、くらいの感じでしたが、金額が公表されたらまあ妥当かな、と感じました。機能的にもまあ標準って感じなのかな。本コントローラーは、金額的には送料込みでだいたい4000円くらい、安いの？これいわゆるスイッチの純正プロコンは7000円、他社のいろいろなハードで使えるコントローラーはだいたい1万円くらいというのを考えて、まあ多分5000、6000円くらいかなくらいに思っていたので、想定以上に安かったとは感じました。もっと安いコントローラーはたくさんあるけどね。ただまあ本当に標準的な仕様、価格相応ってくらいの質感や機能であり、個人的にはもうちょっと尖った仕様にしてくれたら面白かったかも。コントローラーは本当に選択肢が豊富だからな。この時